杉田水脈、伊藤詩織さんを貶める動画。許されない。安倍晋三、傘に来て。研究は全くしておらず、また自分自身今まで考えたこともなかったこと、LGBT の方々への理解増進はもとより、差別やいじめのない社会の実現に向けて努力してまいることなどの見解をすでに表明しているところでありまして、現在においても今申し上げた通りの認識でございます。木村英子、はい、LGBT の方も障害者も生産性がないといって差別されているのは事実なんですよ。で、障害者団体からも抗議の文章が出てたはずです。この間天畠議員が示してくれたと思いますが、それを見てもやっぱり差別を認めない、あるいは差別しているのを容認しているとしか思えません。そのことに私はとても怖さを感じます。私たち障害者は生産性がないものとされ、本人の意思を無視して不妊手術をされたり子供を産めなきゃされている人がたくさんいます。その悲しみと無念を政務官あなたは知っていますか。日本は障害者権利条約に批准し、差別解消法が施行されていますが、杉田政務官の言ってることは紛れもない差別であり、そのような方が養殖に疲れているということや、心や体に痛みを抱えている人たちにとっては脅威なんです。政府の養殖にあり、国民を守る立場なのに、国民を傷つけてしまっています。認識していないのでは済まされません。杉田政務官の言った生産性がないという言葉を今すぐ撤回し、政務官の言葉で傷つけた人たちに対して謝罪してください。お答えください。杉田政務官、はい、杉田政務官。そういった配慮を書いた表現をしたことを反省し、理解を深め、差別のない社会、働きやすい社会の実現のためにこれまでも努力してきたところでございます。今後ともそういう努力をもってお答えしていきたいと思います。以上です。木村英子君。少なくとも傷つけた人たちには謝った方がいいと思いますよ。自分の発言から始まった問題ですから、それは今後も考えていってください。そしてこれから